Midnight Driving 今夜二人で Midnight Driving 夜の街を Baby Midnight Driving 走り続けるお前と Driving Tonight シェイク28。皆さんこんにちは。あ、こんばんはだ。もういつももう昼だか夜だかわけがわかりませんが、今日は皆さん大変に賑やかなシェイク28ですが、まずはいつもアシスタント川勝洋一です。こんにちは、アランドロンです。誰がだよ、はいはいはい、もう最近ねアランドロン知らないからみんな。今日ね1回目の注射打ってきたんです僕。あ、本当？うん、もうそこそこ絶好調ですよ。絶好調です。さあそしてですね、はい、今日は皆さん私の隣早速ご紹介させていただきたいと思いますが、ジャズポップの世界で今本当に大活躍、ナオミ・グレースさんです。ハロー、ナオミです。よろしくお願いします。ナオミさんお元気ですか？今日はようこそ来てくださいました。元気です。あ、嬉しかったです、今日来られて。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてその横にあの鎮座して いらっしゃいますの松下進さん。どうも松下です、こんばんは。あのもうデザインの世界でもう本当にたくさんの絵をいっぱいキャラクターかあの描いてらっしゃいますけど、はい、後ほどまたね、はい、ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。そして一番向こうにおわしますは、なんと映画監督、市川、徹さんでいらっしゃいます。どうもこんばんは。監督どうも初めまして。初めまして、よろしくお願いいたします。ということはですね、実は皆さん間もなく封切りの映画がございまして、その映画に、直美さんそして、ご主人の松下さんが出演していらっしゃるということで、今日はそのちょっとあのプロモーションしていただきたいなと思ったら今日監督まで来てくださいましたね。監督ようこそ、ありがとうございます。おととい、あのワクチン受けました。あ、そうですか。松下さんはワクチンまで受けてないです。もう俺はなんかちょっとやめてこうかなとかさっきちらっと言ってらっしゃったんですけどね。さて、直美さんは、はい、横浜っていうのはどうなんですか？まあ、ふっさ横田の方なんですけど、はいはい、横浜は、はい、学生時代からよくこっちの方の基地の中の試合とか応援しに来たり、はい、あともちろんあの歌を歌わせていただいてから、うん、何回かこのライブハウスとか場所で歌わせて、 あとは横浜のホテルにもなんか、はい、そうです、ね、もう長年、はい、11年、はい、ホテル名前言っちゃって、いいですよ、シェラトン、あ、え、なんすか今ちょっと今発音悪かったな。シェラトン、あ、シェラトンね、シェラトン、失礼いたしました。発音気をつけてください、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、そちらで11年11年あの上のラウンジで歌ってました。あ、そうでしたか、はい、もうあのあとバーバーバーなんかにも、はい、よく来てらっしゃったのは、はい、あのお話はね酒井から聞いておりましたですけど、ね、酒井ちゃん ね、はい、よくお世話になりました、さあ、じゃあ後ほどゆっくりと、はい、あのね、その映画のお話あの聞かせていただきたいと思うんですが、僕は個人的にはご主人の松下さんにはですね、フクロウというバンドで、あのちょっとあのデザインで、はい、ジャケットのデザイン、はい、これですね、これ出世払いで、はい、あのお願いしたんですよね。出世払いですね。もうあれから何年経ってるのか、はい、もうすっかり、出世が見送られてきておりまして、来世にはなんとか、あ、来世恩返しさせていただこうとお待ちしております。さて、じゃあ今日はですね、早速、ジャズポップのシンガー、直美さんが今日来てくださってますので、1曲目いきなりいっちゃいたいと思いますが、イエーイ、よろしくお願いします。お届けしましょう。どうぞ。You've got a friend. You've got a friend. When you're down.In trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there.To brighten up even your darkest night. Oh boy, oh boy. You just call out my name.
you know, wherever I am, I come running, running, running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, yes, I will. Got a friend. Oh, 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 you've got a friend. Oh, oh, oh. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that world and no winds begins to grow more. Keep your head together and call my name out loud, and soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am. See you again. Oh, 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 oh. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, yes, I will. Now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, 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 see you again. Spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, yes, I will. You've got a friend. Oh, oh, oh. You've got a friend. You've got a friend. Oh, oh, yes, so well. You've got a friend. You've got a friend. Oh, you've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. さあ、聞いていただきまして、You've got a friend。 Yes, どうもありがとうございました。 You've got a friend。 今、大切ですよね、お友達。いや、もう本当にね、みんな、はい、今なかなか会えない、会えないでしょ。はい、ですからね、その思いをね、思いが、歌詞が良くて、そうです、はい、お友達に電話一つちょっとかけてあげる、うん、ぜひ大切にしていただきたいなと思いますが、はい、私は直美さんの顔の2倍ありますね。ないですよ。ということは川勝は3倍あるということか。悪かったな。いや、いいですよ、はい、いやいや、でもまあ、はい、いよいよじゃあその映画ですね。そうなんですよ、監督、はい、改めまして、はい、今回実は横浜が舞台の映画を撮っていらっしゃるということで、はい、伺いました。はい、野毛が舞台なんですか。そうですね、野毛が舞台、探偵ものだと伺ってるんですけれども、はい、もう横浜には探偵が似合い、ね、似合いますね、どうしても、まあ、はい、松田優作さんからね。そうですよね、まあ、なんかそういう感じがちょっと漂っていますが、野毛のちぐさを使って、ちぐさ、はい、はいはい、何でしたっけ、スワニー、はい、スワニー野毛探偵事務所というのタイトルの映画が、はい、そこに結構重要なポジションで、はい、そうなんですよ、監督、今回その
直美さんをお使いになった理由っていうのは何なんですか？あの、まあ、あのジャズ喫茶っていうこともあるんですけども、はい、あのスワニーっていう曲が昔から僕とっても大好きな曲で、はい、映画に一回使いたいなと思ってたんですが、はい、なかなかあのドメスティックなんだあの要するに著作権が切れなくて、はいはいはい、つい 2,3 年前に切れたんですよ、はい、スワニーの、はい、でまあ、自由に使えるんで、なるほど、それであのあ使いたいなと思ってたんですが、まあ、チャンスもなく、うん、でちょうど一昨年ぐらいからちょっとねがんみたいなのができちゃったんで、あら、その割にはめちゃくちゃお元気ですけど、はい、元気です、まあ、そんなんで、はい、そろそろあの映画監督を辞めてあの、まあ、プロデューサーの方にちょっと移行しようかなと思って、はい、これをもう最後にするんだったらそのスワニーをどうしても使いたいと、で最初に探偵物とスワニーと、はい、この2つのものしかなかったんです、はい、でスワニーを歌ってくれる人は誰かなと考えたら、はい、直美さんしか考えられなくて、なんか伺ったらいやもう直美さんありきで実はこの映画始まったようなもんなんだって、はい、さっきちらっとねあの語ったりしました。直美さんとスワニーと、はい、ちぐさと、はこの3つしかないなかったですね、まあ、探偵の人が誰かみたいな、はい、それであの、まあ、横浜であのいっぱいその脚本を書いている柏原寛治さんという、はい、危ないデカとかの あの脚本家に、はい、お願いをしましたらじゃあ弟子に書かせると、はい、いうことで弟子さんに書いていただいて、僕の話したのはその3つの条件と、まあ、事件としてはたまたま横浜が今 IR って言ってあのカジノが来るっていう話があって、ね、まあ、これをちょっとあの混ぜてくださいというお願いで本を書いていただいた、うん、ですからもう一番最初は本当にあのスワニーイコール直美さんっていう感じから始まった映画なんです、ね、あのデイビッド伊藤さんが、はい、あの主演でいらっしゃるんですね、はいはい、で直美さんもかなり食い込んだところにご出演していらっしゃる。あのですからあの主演男優と女優とすると、はいはい、デビッドちゃんと、はい、直美さんと、はい、両方カタカナの人が、あ、本当だ、主演なんですよね。でそこにあのご主人の松下さんがちょっとなんか悪い役で出てるんだよ、まああのまあ、おまけみたいなもんですね。おまけじゃないですよ、ね、いつも通りで、あ、いつも通りの役で出てらっしゃる。あ、もうあの監督からはもう地のままでいいからそうやってって演技はなしで、はい、そう、まあ、あのぜひね、これはあの横浜で川あの風切りになるんでしょ、7月、はい、7月の18日、はいはい、日曜日かな、はい、にからシネマノベチェントというですね、これがまたコアな映画館なんですね。コアなんですよ。これがあの藤棚のちょっと先、そうですね、藤棚商店街をちょっと抜けますと、はい、そこに願成寺というお寺がありまして、はい、これはもう横浜からタクシーに乗ってもですね、願成寺行ってくれって言ったら絶対連れてってくれます。はい、でそこに2階にですね、もうあの俳優の皆さんの顔がいっぱいこう絵に描かれてて、はい、もう誰が見てもすぐ分かります、そこは。なるほど、はい、あの35ミリのフィルムを上映する映画館の、はい、もう数少ない映画館の中ではもう日本で一番小さな映画館、一番小さいということで、はい、映画ファンでめちゃくちゃコアな、もうなんかあの全国から集まる映画館なんでしたね。そうですね、結構いらっしゃいますね、うん、7月の18日にまずこれがその風切りということですが、はい、皆さんにはここでちょっと予告編をちょっとご覧いただきたいと思います。野毛探偵事務所です。ご用件をどうぞ。に話す、間違ってたら止めてくれ。ワンワンタイム、もう忘れたわけ。みほちゃんだろ。みほちゃんがアメリカ行って、うちのキッチンでバイトしてたんです。ダブルったって後ろの車のやつだけだろ。なんだ
俺の顔になんかついてんのかよ。栄養妨害なんすよ。触んなよ。探偵になりたいんです。頑張れ。俺だけ先に行くか。機長選で勝たせていただきます。美穂と引き換えだ。こちらで来い。町内会滞納しすぎたか。弱り目にたたり目、バジ豆腐だな。はい。あ？予告編ご覧いただきました。監督ちょっと楽しみですね。そうなんですよ。ちょっとすみません、書いてるものを見ましたら、はい、地域映画の巨匠市川徹と出てございますが、はい、小さな、ま、あの町ので映画をいっぱい撮ったんです。はい。そしたらなんかたまたま朝日新聞の方かな、書いていただいたときに地域映画の巨匠と勝手に書いていただいて、はい、以来その冠がどこにもついて回ると、ついて回っている。最近なんかテレビでもちょっと紹介されたそうですね。ね、監督なんですか、 NHK さん、はい、びっくりしました。いや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 、あんなにやっていただいてね。そうですか。あれお金にしてるいくらかななんて考えましたけど。そうですか。はい。いやいや、これはまあしかしどうでしたか、直美さん、監督お仕事一緒にされて。いやいや、もう直美さんは僕もう大ファンですから、はい、もういるだけでいいんです。なんか喋ってくれたり。直美さん明るいですもんね。こう内側から来るエネルギーってのものすごく感じますよね。でしょ。ステージでちょっと一緒にやらせていただいただけでももうすごいオーラが。なあ、よちゃん。そうです。あんた黙ってるでね。もう僕はもう何回もありがとうございます。ありがとうございます。もう照れちゃって照れちゃって全然ご主人いるし大丈夫だよ。いや照れちゃってご主人は、はい、どうでしたか、奥様から見ての今回のお仕事のこのなんかちょい悪役なんでしょ。いや、もうそのまんまで、で、自分が言うのも変なんですけど、はい、声がすごく好きなんです、私、主人の。はいはい、うん、なので、やっぱりこうセリフ、やっぱり日本語でしょ、はい、私はちょっと日本語、こうやって喋ってるんですけど、はいはい、セリフになると、やっぱり難しかったの ね、 あ、そうですね。で、それをチェックしてくれたのが主人、うん、はいはい、で、もちろん先生もいらしたんですけど、はいはい、声がね、なんか好きですね。そうですか、うん、なんか大切な要素ですよね。 そんなこと言われたらいい声で喋らなきゃならないじゃない。松下さんがこんなお茶目な人だと僕はあんまり知りません。いや、割とニヒルで、なんかこう、いやいや、こんなのつきましたから使ってくださいなんていう、割とこういう感じ。いや、じゃなくて、はい、私よりも映画とか、ドラマ、うん、多分歌、うん、好きですね。ご自身ギターもやってらっしゃいますね。ギターもやります。だから人の前で何かやるとかカメラが回ってても全然緊張しないんですよ。出好きみたいじゃないですか、ただの。いやいや、でもいいことじゃないですか。いいことなの。はい、ね、はい、本当にあとは続きは家帰ってからやっていただきたいと思います。地域映画の巨匠市川監督、今回90作品目ということで、はい、野毛の千草でね、はい、もうどうでしたか、千草のこの、あ、千草の今の社長は後輩でいらっしゃるっていう。同級生。あ、同級生。同級生なんです。もうなんかいろいろご縁があるんですね、みんな。本当にあそこを最初に作るって言った時から、うん、ちょうど僕もその頃野毛で事務所を持ってたんで、うん、そうですか。はい、今の千草の、ま、真横にシェアオフィスに入ってたんですよ。ちぐさって言ったらね、僕は散々おじいちゃんに怒られましたよ。あそこ喋っちゃいけないんですよね。もう筆談でこうやってこうやって筆談ででちょっとでもこうやって喋るとお前喋るんじゃないって怒られるんですよね。ちぐさの、そう、ジャズ喫茶の基本を作ったところです。吉田さんですよね。そう、吉田さんです。もう聞かなかったですよ本当に、いつも怒られちゃう、みんな。7月の18日が封切りとなっております。皆さんぜひ、横浜の舞台にした探偵映画でございます。はい、皆さん注目していただきたいと思います。
さあそれじゃあですね、ここでまた直美さんには後ほど歌っていただくんですが、はいはい、その前にこの番組の名物コーナーがあります、皆さんにちょっとご覧いただきたい、横浜歴史散歩というのがございまして、監督も結構ね先ほどお話したらもう横浜のことめちゃくちゃ詳しくて、僕らもちょっとびっくりしたんですけど、監督ぜひいろいろまた見てやってください、はい、またアドバイスお願いしたいと思います。とんでもないです。今回は横浜道、特集をして前編ご覧いただきたいと思います。横浜歴史散歩。皆さんこんにちは、さあ今日の横浜歴史散歩は横浜道を歩いてみたいと思います。横浜道というのは実は大老井伊直弼が開港3ヶ月前に慌てて横浜の街づくりを始めたんですね。ここをちょっと見てください。道路標識が埋められています。これが旧東海道。この旧東海道になんと接しているのがこの横浜道で、そして昔の横浜村へと続いているわけです。こんなところに看板があります。さあここが横浜駅、そして今私がいるのがここの旧東海道と横浜道のちょうどぶつかった点、ここに今私はいます。当時はこの旧東海道から横浜にまっすぐ向かう道がなかったのです。井伊直弼はここから関内の吉田橋まで開港に間に合わせてわずか3ヶ月で横浜道を作ってしまいました。今日歩く道はこの青の点の道です。JR でいうと桜木町関内と2駅ですね。まあ今日はどうってことないですね。楽勝です。レッツラゴー。さあ今横浜道を皆さん歩いていますよ。あちらが旧東海道ね。そうするとこちら向こう側は全部海だったということになります。つまり横浜道は海岸線だったんです。この絵を見てください。これは横浜道を描いた作品です。1859年安政5年にこの道はできました。ここから戸部までは海岸線だったんですね。戸部はよく通ってますが、わあすごいですね。実は江戸時代埋め立てがとても盛んに行われていたんです。江戸の初期まず埋め立てられたのが今の伊勢崎町のあたりの吉田神殿と呼ばれているところです。さあ幕府は開拓した人にその土地の所有権を与えたんです。所有権を持った人は田んぼや畑耕していっぱい作物を作って、それを幕府は年貢で稼いでいたんですね。おかげでどんどん埋め立て地が増えていきました。成功してみんな儲かったんですかね。私もどっか埋め立てたいな。さあ皆さん広い通りに出てまいりました。ここは荒玉川で、そしてここは荒玉橋です。この目の前の通りは新横浜通り、JR の根岸線や、地下鉄と並行して走っています。井伊直弼は横浜道に5つの橋を作りました。その最初の橋がこの荒玉橋です。もちろん当時は木造でした。先ほどの絵の最初の橋がこの橋です。さてこの交差点の名前岡野ですね。もしかするとこの辺一帯埋め立てしたのが岡野さんかもしれませんね。江戸時代の中頃富士山が爆発して火山灰が片平川を通って堆積しました。それを利用して宝暦神殿、安永神殿、富士江神殿がそれぞれできました。さらに1830年頃から保土ヶ谷宿の豪商だった岡野勘四郎さんと平沼久兵衛さんによって岡野神殿、平沼神殿が開発されました。明治に入って岡野勘四郎さんの孫の金四郎さんが横浜の発展のために大きな功績を残しました。金四郎さん、学校建設用地に3000坪も寄付しました。これが現在の県立平沼高校です。さらに大規模な宅地建設、道路や公園の土地1万坪以上を横浜市に寄付するなど町の整備に貢献したそうです。さらに横浜市の公園が不足しているということで
なんと自らの屋敷を提供したのがあの常盤公園なんです。でかした金四郎。その結果、横浜道ができる頃には海岸線がこんな風になっていました。さあ皆さん見てくださいよ、今日も大行列。この岡野の交差点の、まあ、一つの名物なんですが、どこ行っても最近は家系ラーメンがたくさん出てますが、ここがその総本山吉村屋です。さあ皆さん、大きな声では言えませんが、ここが家系ラーメンの総本山吉村屋です。むちゃくちゃみんな並んでいます。本当にこのご時世に何たる大繁盛。ああすごい。家系ラーメンは現在300店舗もあるそうです。と言ってもいわゆるチェーン店ではなく、吉村屋で働いていた人が丸々屋という店を出したところから豚骨醤油ラーメン系の店を総称して家系と呼ぶようになったそうです。ただし吉村屋ではこの店で修行し一定基準を満たした6店舗のみを直系と認めています。他店には干渉しない態度を貫いているそうです。さあ皆さん、新横浜通りからこの横に小さいね側道があります。これが横浜道なんです。さあ行ってみましょう。この横浜道、とってもちっちゃいんですけど、やっぱりかつてはメイン道路だったんですね。知らなかったな、この横浜道にこんな素敵な店があったなんて。エブリデイですね。正直ね、この通りを歩くなんてことはもうめったになかったですよ。皆さん、この道はこの線路を右に曲がっています。でもこの地図を、昔の地図を見ると、この横浜道はまっすぐ向こうにつながってるんですよね。そして見てください、あそこに平沼商店街という看板があります。つまりここは昔つながっていたんですが、開かずの踏切のおかげでとうとう道はなくなってしまいました。この橋が横浜道2番目の橋です。元平沼橋と書いてます。そうなんです、このでっかい平沼橋ができたので名前が元平沼橋になってしまいました。この絵は当時の平沼橋です。右手の水天宮はちょっと先に移転しました。この辺りは見晴らしが素晴らしく、景勝地としても人気があったそうです。またまた埋め立てのお話で恐縮なんですが、この橋から先は平沼神殿と言われたところです。開拓したのはもちろん平沼さんです。西区歴史街道横浜道本当にかつてのメインストリートだったというのが伺い知れますね。さあ皆さん見てください、なんと立派なエレベーターでしょうか。この平沼橋にはこんな立派なエレベーターがついているんです。元平沼橋を守ってくださいという住民たちの強い思いがきっとこのエレベーターにつながったんでしょうね。横断歩道のまだ跡が残ってます。1839年5代目平沼久兵衛さんが埋め立てを始めました。この平沼家から明治に入ってちょっと有名人が出ました。明治12年生まれの平沼良三さんです。良三さんは慶応義塾出身のスポーツマン、慶応大学野球部の4番バッターで、後に六大学野球連盟の会長、日本体操協会の会長、日本陸上競技協会、バレーボール協会の理事長などを歴任して、1955年、私の生まれた年ですが、スポーツ界としては初めての文化勲章も受賞しております。実はこの人のお孫さん、誰でも知ってる有名人です。どなたかって、ヒントは平ちゃんかな。3、2、1、石坂浩二さんでした。こっから先が平沼商店街です。
昭和の時代大変にぎわったそうですよ。みなとみらいに今も残るドックヤード、あれは三菱重工横浜造船所、通称三菱ドックです。この平沼商店街はそこで働く人々の通勤路としても利用され、仕事帰りにはたくさんの人がここで食事をし飲みに来たそうです。またしても行列です。今度はどんな店があるんでしょうか。平沼商店街といえば皆さん、なんといってもこの角平がとっても有名、つけ天そばで、もう行くとですね、皆さんこんなエビがあったかいつけつゆっていうんですかと一緒に出てくるんですよ。エビなんかはび出してるんです。でこのロケの間お昼しようかなと思ったら長蛇の列で、今日はお見送りするしかありません。天ぷらをお蕎麦の中に入れっぱなしにすると味が変わってしまうので、別々に出すつけ天そばを考えたそうです。1950年の創業で、昔の自民党の大物議員から綾瀬はるかさんまでいろんな人が来るそうです。滝智晴もお邪魔しております。豆知識ですが、角平というお店の由来をこんな辞書から調べましたら、平沼の角にあるので角平だそうです。以上、研究発表終わります。ところでこの文字どっか変だと思いませんか。角という文字の真ん中の棒が下まで突き出ていますよね。本当だ。実は中国語ではこれが正式な文字なんだそうです。日本人でも戸籍がこれになっている人もいるようで、パソコンで文字が出しにくくて困っている方も多いんだそうですよ。おお、饅頭いりませんか。饅頭、なんか昔の匂いがプンプンと漂いますね。そこに田中屋という蕎麦屋があるんですね。こちらは並んでらっしゃるんですね。田中屋も断念。ああ、今日は昼飯抜きかな。横浜道第三の橋、敷島橋です。あ、全長20メートルぐらいですかね。そんなないか。はい、橋終了。この橋は現在は敷島橋と呼ばれていますが、以前は石崎橋と呼ばれていました。横浜道で作られた3つ目の橋です。この下を流れるのが石崎川。平沼商店街はここまでです。目の前に現れたのが国道1号線。今ここは戸辺7丁目の交差点。横浜道をずっと来ておりましたが、この1号線はもう皆さんもよくご存知、箱根駅伝の毎年のコースになっておりますがね。そしてすぐ目の前には地下鉄高島町の駅が見えます。そしてこの道左手の先には、なんと2代目横浜駅の遺構が発見されたということで大変な評判になったようですが、私は全く知りません。さて、その遺構を皆さんぜひ見に行きたいという方は、どうぞ行ってください。さて皆さん、横浜駅第2代の駅の遺構が見つかった場所、あそこです。それじゃあちょっと行こう。このマンションを建てるときに多分遺構が発見されたんでしょうね。思ったよりちょっとだけですね。まあ実際は本当はもっと大きかったんでしょうけど、マンションを建てるっていう都合もありますもんね。まあそれにしても、こういうものをちゃんと残すというところがまた素敵です。明治5年に新橋横浜に鉄道が開通しました。この時の途中駅は品川、川崎、鶴見、神奈川の4駅でした。神奈川駅は今の京急東神奈川駅と
JR 横浜駅の中間にありました。ところが静岡方面に東海道線を伸ばそうとすると、一度横浜駅、つまり桜木町まで行って、スイッチバック方式といって先頭の機関車をお尻に付け替えて一旦来た道を戻らなければなりませんでした。これではとても不便、特に軍部がどうにかせいという圧力をかけたのでした。そこで横浜駅を無視して直線の線路を引きました。横浜市は政財界を挙げて抗議をしたために妥協案として中間に平沼駅ができたんだそうです。しかし横浜人は平沼駅では不便で横浜駅の代わりにはならないと反発。結局スイッチバックしないで済むギリギリの場所、現在の高島町駅のあたりに第2の横浜駅を作り、初代の駅を桜木町駅にしたんだそうです。大正4年のことでした。平沼駅は廃止されました。今の京急平沼橋駅あたりにあったのですが、今は説明板が一つあるだけの寂しい思い出話の駅になってしまいました。写真で見る限り2代目の横浜駅はちょっと東京駅に似た素敵なレンガ造りだったんですね。2代目横浜駅は鉄骨2階建てレンガ造りルネサンス様式の風格ある外観でした。2階に改札所、待合室、食堂、売店などを作った斬新なものでした。8年後の大正12年、あの関東大震災で倒壊は免れたものの、その後の火事で焼失、わずか8年の寿命だったんです。もったいないですよね。現在の場所に新しい3代目の横浜駅ができました。神奈川駅に近かったので神奈川駅は廃止され、由緒ある神奈川という名前が消えてしまいました。今回は横浜道前編、ここまででございます。しかしあの横浜道に点在したちょっと昔風の履物屋さんや、それから和食のお店、まだまだそうした名残がほんの少し残ってて、いい香りがしてまいりました。さて次回はこの辺りにあったと言われてます高島遊郭などを皆様にご紹介したいと思います。はい、どうも横浜歴史散歩、皆さんにご覧いただきまして、まあどうもありがとうございます。いや、すごいのは取材力ですね。膨大な資料から、私に台本を作ってくださったあの人がすごいですが、渡辺と言います。渡辺隆プロデューサーでございますが、監督、横浜のお話いっぱい詳しくさっき打ち合わせの時にね聞かせてくださって、横浜ご出身なんですね。はい、鶴見で、ずっと鶴見です。ずっと鶴見、はい、今もあ、そうですか、はい、じゃあもう浜っ子ですね、もう本当に。はい、あ、そうなんですね、はい、いやもうなんかさっき見ていただいて、ああ知ってる知ってるなんていうのもいっぱいあったんじゃないですか。はい、はい、ね、でも第二横浜駅は知らなかったんです。ああ、まあそういうのもね、はい、まあ、本当すごい膨大な資料から選んできたやつをいかにも私が知ってるかのようにね、最近ね滝お前すごいなってよく言われるんですよ。すごいじゃないですか。でも俺放送が終わるとねほとほと覚えていないというそういう悲しい現実がちょっとあるんですけれど、大丈夫かよちゃん。大丈夫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 。最近ね、いやでもあれやっぱりね、前も何回も言ってますけど、関東大震災で結構なくなっちゃうんですよね。だね。でも今の山下公園ができたりとか、そのね大震災のその瓦礫を山下公園に全部埋めて、で山下公園が出来上がったっていう話を、まあこの番組で知りましたですけどね。ご覧いただきましたありがとうございます。横浜歴史散歩でございました。お蕎麦行きたいわ。え、お蕎麦、あ、大きいエビの、あ、それこっち向いて言いますか。いや松下さん、お蕎麦行きたい僕はそこはちょっとまだ知らないんで。あ、そうですか。じゃあ野辺さんカードだけ預かっていただいて。そうですね、そしたら私ご案内します。あれでも食べたことないですよ僕。本当、あのでっかいエビ、ね、俺もね3回ぐらい食べさせていただきました。美味しい、美味しいですよ。つけ天、つけ天そば。つけ天ですけど、あったかいんですよね。おつゆが。おつゆがね。珍しい、ね。いいですね。おそば好きだからね。はい。ぜひ、では、カードぜひ、後ほど。はい、さあ、それじゃあですね、皆さん、
諏訪にほにゃらら野毛探偵事務所という映画、この映画の主題歌をナオミ・グレースさんが歌ってらっしゃるわけですもんね、はい、今日ねなんと、この番組で生で歌っていただけるということでございまして、皆さんにはここでナオミさんの歌声をお付き合いいただきたいと思います。それじゃあご準備のほどよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。諏訪に miss you so. Somehow I feel your love is real. Near you I long to be. The birds are singing, it is song time. The banjo strumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear Swanee.I give the world to be among the folks in D-I-X-Y, even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to the Swanee shore. Swanee, Swanee, I'm coming back to Swanee, mammy.Mammy, I love the old folks at home. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I give the world to be among the folks in D-I-X-Y, even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north.ありがとうございます。川勝さんありがとうございます。いやー、はい、いい感じでしたね。明るくて表情豊かで、本当に僕は雪村いずみさんで昔見たの本当に思い出しました。私も雪村さんの生で見たことあったんですけど、はい、ビッグバンドだったんですけど、ね、ですよね。でも今日は川勝さんのピアノもビッグバンド、はい、ありがとうございますのオーラでした。でもあれガーシュウィンの曲だったって僕知らなかった。はい、ガーシュウィンの曲ですね、発音が悪いですね、はい、聞き取りにくいです。はい、ワンモアタイム。ガーシュウィン、ガーシュウィン、失礼しました。いえいえ、とんでもない、さて、じゃあナオミさんの横に今日はね、保護者として今日はお付き合いいただきますが、保護者だったんですね、はい、松下さん今日はありがとうございます、はい、改めて、なんかすいません、ついでにおまけみたいにくっついてきました、もう松下さんはその我々がこの番組で先ほどロケでずっとバックで流れていたギターのソロ演奏、はい、あれもフクロウのメンバー、そうですよね、マサスミデの演奏です、ね、素晴らしい、我々のグループのCD のね、このジャケットを作ってくださってる、デザインしてくださってるんですけど、実は調べましたら松下さんガンバ大阪のマスコット、おすごい、オリックス野球のね、それのマスコット、すごい、日本代表のヤタガラス、はい、それから 11PM のワンちゃん、違いました、 AMPM、ちょっと最近見かけなくなりましたよねここカットです、ここカットコンビニ AMPM のワンちゃん、はい、はい、それから雑誌ポパイ、あ、はい、これは我々のもうガキンチョの頃ですもんね。ということは、いや、そんな変わんないでしょ。松下さん一番失礼ですか、僕さっき聞きましたけども、僕の方がね、はい、5つ上かな、1955年生まれですよね。55年です、僕50年生まれですから、はい、でもね、見た感じ全然お若いですね、はい、あんまり変わんないですよね、若いですね、もう大変なんですよ、手入れが、あ、違うか、それやっぱりパーマかけてらっしゃるんですよね、はい、もともとテンパーなんですけど、はい、はい、ね、最近はやっぱりあんまり腰がなくなってきて、髪も
でもね、むっちゃかっこいいです。ありがとうございます。いや本当にあのね、白い髪の毛と白いひげがこんなにかっこいい人は、ね、あんまりいないですよ、日本では。いや、トキソンだと同じようなもんじゃないですか。いや、俺はね、かっこいいっていうか、いや、かっこいいですよ。いや、まあ、それほどでもないですけどね。いや、全然その気になってるし、まあ、私、両手に花だわ。いやいや、そう、両手に白髪で。あとね、山下達郎さん の, あの CD ジャケット、あ、はい、売れましたね。これめっちゃ売れたんですってね。トレジャーズってね、初めてだったんですよ、達郎さんがベスト版っていうのを出した、はい、はい、それからあとうちのプロデューサー、あの渡辺がお手伝いして、はい、松下さんの個展もやらせていただいて、はい、もう数回いろいろ、渡辺さんはもうね、大変に、あのさっきの番あれでも分かりますけど、几帳面な方で、すっごいです、ね、大変でしたね。大阪の方でもやらせていただいて、はいはい、もうそ の, あのリアルタイムでいろんな情報はね、はい、あのプロデューサーが聞いておりました。お世話になってます。あ、はい、もうみんなつながってますね。そうですね、本当に、はい、そんな松下さんのことを皆さんに改めてちょっとご紹介したいということで、2分間の紹介 VTR を、はい、そんな素晴らしい、そんなのがあったんですか。あったんですよ。もうこんな機会本当に来るとは思っておりませんでした。もう皆さんぜひこの機会に知っていただきたい松下進さんの VTR です。よろしくお願いします。監督出ましたね、桜桜。ありがとうございます。そして我々袋も。でも松下さん、こうやって見ると我々の青春と青春時代そのままですね、全部。ありがとうございますと言っていいんですかね。いやいや、もう本当に、はい、あの、あ、もう、あ、これもそう、ジャンプもそうですしね。そうですね、欠かさず読んでました、はい、何読んでたかもう覚えてないけど、あの絵を見ると、あ、なんか、あ、もういつも見てたなっていうの皆さんも。ですから松下さんのお名前をご存じなくても、必ずや松下さんのキャラクターには必ず出会ってるはずですよね。みんな目が可愛いですね、なんか共通項は、ね、目が大きくて可愛い。ありがとうございます。そうですね、そういえばね、現代のなんかそのアニメにもすごく共通するなんか、あ、はい、今またね、ちょっとね、現代風のアニメのお仕事もこれからやろうかっていうところで今、なんか、ね、実は企画中。全部目が可愛いですね。ありがとうございます。ところで、その松下さんがこのそうしたこのいろんな、そのまずその絵の世界っていうんですか、はいはい、それに入るきっかけって一体何だったんですか。あの、もう本当にね、小さい時から絵描くのは自然な行為で僕やってたんですね、好きで、うん、で、あの途中、あの滝さんたちのようなミュージシャンに憧れてですね、はい、あの音楽の方に少し傾いたんですけど、はい、
あのまあプロデビュー寸前までは行ったんですが、ちょっと挫折がありまして、で諦めて、でまあ残ったのっていうのはもう絵しかなくて、それででもこれでまさかそんなねお食事ができるようになると思ってなかったですけどね。まあ、まずはそのポパイで大抜擢だったんですね。そうですね、もうその前だいぶ下積みは長かったんですよ実は。あ、そうですか。だからそんな簡単にコロッと行ったわけじゃなくて。なるほど、はい、でもポパイで注目されて、いやいや、そんな松下さんと今度ね、はい、ジャズポップの直美さんがどこかで出会ってそうなんですよね、ご夫婦になられて、はい、ご夫婦になられて何年でいらっしゃるんですか。もう17年目ですね今年。そうですか、はい、もうかっこいい旦那と美しい奥さんと、ね、もう金婚式ですか。え、金は50? 金は、まだ早いです。でも素晴らしいですよ。50年まで頑張りたいですね。頑張ってください、ね、そうですね、大丈夫かな、うん、いやちょっと難しい、ね、いやいや、松井さん、あの皆さんに知っていただけてちょっと嬉しいです。どうもありがとうございます。いや、こちらこそどうもありがとうございます。どうもよろしい。でもあの松井さんの、あのギターのテクニックも相当なもんだっていう噂があの流れてきてありましてね今度ね、あの聞きたいですね。いやいや、もうね困る、あんまり才能ありすぎてそういう人がね、なんか我々の領域まで来られたら、ね、困る、もう本当にね。たくさんね、あのギャングっていうグループ、実はあの バンドも持ってるというかやってるんですね。あのプロのジャズの方たちと一緒に、僕だけまあ素人なんですけどいや、そういった時めちゃくちゃうまいんだよ。その時にあのパラダイスカフェでどうなの。いや、それはもう本当にね、機会があればぜひ、はい、ぜひご出演ください。ありがとうございます。あのね、厳しい、あの今あの審査が、ほら、あの審査はね、審査はゆるゆるです。そうですか。もう全然ゆるゆるですから、あのね、もうぜひ使っていただいて。ありがとうございます。あの一つお願い、はい、ご検討お願いしたいなと思います。いやいや、素晴らしいステージですし、大丈夫です。もう監督もぜひ、はい、あのその時はお客さんで、監督制作チームでもう大体ほぼほぼいっぱいになると思います。あ、そうですね、よかった、よろしくお願いしたいと思いますがさあ、それじゃあ今度は皆さんにはプラダイスカフェのチョコレートケーキの VTR ご覧いただきたいと思います。出ました。皆さん、あのチョコレートケーキの VTR の最中に皆さんにケーキをお出ししたら、もうVTR の間でケーキがなくなってしまいました。まあ、ありがとうございます、食べていただいて。美味しいですね。あ、もう、もう噂にたがわず。あ、素晴らしい。本当ですか。はい、すごいね。これ美味しいですよ。ありがとうございます、はい、これがね、その、 あのパッケージのデザインなんです。かわいいですね、またパッケージがね、とってもキュートでしょ、はい、これ実は大正時代の、うん、あの京都の、 あの和柄の、 あのなんですか、あの着物 の、 着物の裏地のデザインで使われてたものらしいです。はで、これがあのそのままあの今はハンカチとしても、はい、京都では売られてたりするんですけど、今回あのこのケーキを作る、不動産のケーキを作るなら、じゃあこれデザイン使っていいよって、あの京都の呉服屋さんからデザイン頂戴しましたよ。は、まあ、素晴らしい、使わせていただきました。私もちょっとこのデザインに加わってるんです。え、どこですか。これね、いただいた絵柄の中 の、 あの女性の靴を、はい、あ、赤にしたんです。あ、それだけですけどいや、でもそれがポイントになってますよね、赤い靴ね。でしょ、うん、まあ、そんなで、これあのパラダイスカフェでしかあの販売してなくて、うん、あの残念ながら入荷すると大概すぐなくなっちゃうんですけど、今日皆さんにお土産がお持ち帰りいただけそうなので、やっぱりね、監督ね、褒めとくもんですね。すごい。
ライブハウスでこういうケーキを出してるのここだけなんですよね。そうでしょう。お客さんは将来ケーキ屋さんになりたいみたいですね。いやーいいですね。ほらお土産が参りました。はい、来た、早い、すごい、素晴らしい。たくさん、これは、こっちの方で買えるってことですか？パラダイスカフェのみで お値段聞いていいの？はい、これはね、あの値段の付け方失敗しまして、はい、税込みの2000円になってます。税込みで、はい、税込みでですか？税込みで2000円です。ちょっと高くても大丈夫ですよね。高いのかなと思いました。私ももっと高くすればよかったと思ってます。あと500円ぐらい高くてもよかった。じゃあちょっとあの値上げっていうことも考えて、はい、多分おそらく来年には2500円になってると思いますじゃあ今のうちですね、皆さん今のうち2000円で皆さん召し上がっていただきますので、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。美味しかった。嬉しい。今日はあのちょっと監督、はい、いよいよ、はい、7月18日が風切りということでございますが、はい、スワニーホニャララ野毛探偵事務所、はい、これちょっとホニャララっていうのはこうホニャララっていうのが線がつくんですね。あ、ニョロニョロか。あ、スワニーニョロニョロ野毛探偵事務所、はい、ちょっとぜひ皆さんにメッセージお願いしたいんですけどね、はいはい、横浜の探偵って言いますとハンマーマイクっていうのが有名なんですけれども、浜マイク、横浜には浜マイクだけじゃないよと。これジョージっていうのがあの主人公の名前なんです。これがデビちゃんがやる、あのジョージガーシンから取ったジョージで、え、マイクだけじゃないよ、ジョージもいるよ、そしてナオミさんも、おや、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。主題歌スワニーはね、ナオミさんが歌ってらっしゃるわけでございます、はいはい、ご主人の松下さんも悪役らしいですが、悪役です。かっこいいパクさんも出ればいい。俺ぜひ監督、監督ぜひ91作目の作品の、はい、このパラダイスカフェを使っていただいて、はい、館内ニョロニョロ探偵事務所パラダイスカフェ、パラダイス、私フェイトレスでお願いします。フェイトレスか。まあ、ぜひあのよろしくお願いしたいと思います今日はお忙しい中、皆さん本当にお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんにはぜひ、その映画館、何でしたっけ、映画館、いや、シネマノベチェントでございます。そちらまでぜひあの押しかけていってご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日のシェイク、最後はですね、先立てのライブの中から一曲を皆さんにお届けして、はい、お別れしたいと思いますが、はい、曲は何ですか？曲はね、出てのお楽しみどうぞさて、それじゃあ今日のゲスト、もう一人、もう皆さん大きな拍手で迎えていただきたいと思います。僕はこの人の歌がとっても大好きです。ブル松原さんです。ブルさん、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、これね、はい、ちょっと嬉しい。あ、そうですか、はい、身長が釣り合ってるじゃあブルさん、はい、もう大好きなブルさんとこの歌を一緒に歌いたいと思います、ね、皆さん聴いてください、ね、はい、レイ・チャールズのナンバーから、ジョージア・オン・マイ・マインド。Georgia, oh, my sweet Georgia, the heart they threw, oh, just an old sweet song. Give Georgia, oh, my mind.I said to Georgia, Georgia, a song of you, a song of you, just now, sweet song, keeps Georgia, Georgia, on my mind, on my mind.Oh, the house, the bridge, out to
around now, now still in the peaceful dreams I see. The road I reach back to your road. Georgia, 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 Georgia. No peace, no peace, no peace, no peace, and no peace, no peace to find, just a no sweet summer. On my mind. Yeah. Hey, Bruce. Hey. どうもありがとうございました。今日は市川監督、そして松下さん、そして直美グレースさん、今日は本当にようこそありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ我々も見に行かないとね、陽ちゃん。はい、ね、いつ行きます？風切りの日、うん、その日ね、その7月18日18日ね、スケジュール開けといてよ。はい、ぜひ行きたいと思います皆さんと、映画館でお目にかかりたいと思います。じゃあ、今日のシェイクはこの辺でお別れです。皆さんありがとうございました。バイバイ。港の明かりが滲む横浜午前0時、行き交う人もそぞろ、チャイナタウンの外れ、馴染みの客にブルース歌う俺の横で、チャイニーズの子さんの笑う声が今日も響く。 Oh
男と女、長い夜を求めて、 Oh, oh my sweet home, Oh paradise cafe, Oh, 女も酔わす麦茶のカクテル、バーボン片手にピアノ、口ずさむオダニを、生まれた街は遥か遠く心に